このビデオでは WB リードセレブリティの利用方法についてお話をしたいと思います。セールスレターの方でもお話をしているんですけれども、 WP リードセレブリティというプラグインは英語圏のコンサルタントがですね、オフラインビジネスオーナーのために開発したプラグインになります。そのためですね、非常にシンプルです。インターネットに慣れていない人であってもですね、誰でも簡単、まあ子供でも簡単に取り扱いができるというようなプラグインになっております。まずアクセスなんですけれども、ご覧いただいている画面がアドミンダッシュボードになります。左からですね、メニュー WP リードセレブリティ、こちらをクリックします。サブメニューがですね、3つ出てきますけれども、下の2つはもう完全に無視していただいて結構です。一番上のところだけ利用します。まあ、右側を見ていただきたいんですけれども、ちょっと画面を小さくしてみましょう。はい、この1画面、この1画面でですね、すべてを設定することができます。まずですね、まあ、テンプレートなんですけれども、さまざまなテンプレートがですね、まあ、用意されているということで、あなたのですね、ニッチに合わせた、まあ、テンプレートを利用することができるよと。ボーナスでエンドユーザーエリアからですね、PSD ファイル等もダウンロードできますので、自由に今編集もできるよと。またですね、用意してある PSD ファイル以外にもですね、あなたがいつも使っているグラフィックエディター、こういったものでですね、作成したフラットなイメージ、こういったものを表紙に用いることもできます。まあ、そしてですね、次の項目なんですけれども、ハードカバーなのかペーパーバッグなのかと。まあ、ペーパーバッグにすると何も入りませんので、まあ、通常はハードカバーのままでいいと思います。そしてイメージとテキストなんですけれども、まあ、こちらテキストにしてもですね、特に何か変わるっていうものはありませんので、まあ、イメージのまま扱っていただくと。はい、3番目なんですけれども、こちらがですね、イメージの URL になります。もしあなたがですね、独自のカバーを作ってワードプレスのメディアからアップロードした場合、そちらから URL をコピーしてこちらに貼り付けてください。そしてですね、カバーのタイトル、そしてサブタイトルになります。まあ、もうすでにデフォルトで入っておりますけれども、例えばですね、今から入力しますけれども、5つの秘密、まあ、このようにですね、まあ、日本語も入ると。そしてサブのところにですね、あなたも今日から、こんな具合に入れることができます。そしてですね、次なんですけれども、著者、このタイトルのすぐ下にですね、by アーサーとありますけれども、こちら例えばですね、山田太郎と入れると by 山田太郎になります。そして、まあ、サマリーですね、こちらなんですけれども、こちらにこの ebook の説明文を入れます。まあ、今回ちょっと数字だけガーッと入れてみますけれども、こんな感じですね。もうこれを見ていただくとですね、非常にプロフェッショナルな感じがするんですね。左側に、まあ、めくれるサンディのイメージ、そして右側にはタイトル、そして著者名、そしてその説明文ということで、もう完全にこれでですね、広告枠が一つできるというような感じになります。そしてあとは色なんですけれども、こちらですね、まあ、お好きな色をですね、まあ、選択することができるよというふうになっています。そしてですね、まあ、リボンをかけることができるよと。もしリボンをつけたい場合にはですね、最新版、はい、こうすると今見ていただくと右横にですね、リボンがつきました。もしリボンいらない場合にはこちら削除していただくと。そして次なんですけれども、今すぐダウンロード、はい、このようにすることによってこのボタンが日本語になりました。そしてこちら開いた時の文言ですね、今すぐ読むと、はい、こうするとですね、この中今すぐ読むに変わります。そしてまあ、こちらどちらもですね、どちらのボタンをクリックしてもですね、同じところにリダイレクトされるんですけれども、まあお好きなところ、例えば HTTP
URL もフルで入れていただくと。そしてですね、アニメーションをつけることができます。このようにですね、さまざまなアニメーションがあります。はい。自由に選んでください。そして、その下にですね、2つのボタンがあるんですけれども、上の最初のボタン、こちらをクリックします。このようにすることによってですね、HTML コードが自動生成されますので、これをコントロールし、コピーします。そして、閉じるボタンをクリック。たったこれだけです。そしてですね、掲載の仕方なんですけれども、例えば投稿ページに行きましょう。そして、はい、HTML コードを貼り付けました。そして公開、はい、表示、はい、このようにですね、きれいに表示されております。まあ、ちょっと小さくしてみましょうか。そして、クリックするとですね、事前に設定したページへ向かうことができます。そしてもう一度ですね、設定画面に戻りますけれども、はい、見ていただくとですね、保存されておりません。このプラグインのこれ、まあ、コンセプトだと思うんですけれども、保存機能はありません。ですので、全く規定値、最初のスタートラインに戻ります。もしですね、もうすでに一度作ったものを再利用したいよといった場合にはですね、もう一度先ほど埋め込んだ投稿記事に行きます。そしてこちらをですね、コピーします。コントロール C。そしてもう一度ですね、WP、リードセレブリティに向かいですね、一番下のボタン、こちらですね。こちらコードの読み込み機能なんですけれども、左がロード、右がキャンセル、読み込みボタンをクリックします。はい、そうするとこのようにまたすぐにもうすでに入力したものが表示されます。このようにですね、まあ子供さんでも使えると、ものすごく簡単ではあるんですけれども、非常に効果性が高いと言ったのがこのプラグインの特徴になります。はい、ありがとうございました。